ブラック。どうも、おかつよしです。今日はですね、僕やっぱりね、ブラックなアイテムが好きなわけですよ。でね、今集めたら結構あったので、どういったものを持ってますかっていうリクエストもいただいておりますので、やっていきたいと思います。ブラックいいですね。ということでね、どうしようか。まず、テーブルずらします。はい、ではね、準備できましたのでやっていきたいと思います。まずね、こちら。映像確認できるアプローチ。こちらもね、ブラックですね。このベルトいいですよね。このね、ミリタリーベルトをすごくね、おすすめしたいです。アップルウォッチの雰囲気に結構ハマっているような気がして好きですね。そしてこちらです。車です。車もですね、ブラックでございます。前乗っていたフォルクスワーゲンのゴルフ7ブラック。ブラックからの、乗り換えでブラックのビートル、なかなかいいんじゃないでしょうか。続きましては、そうですね、バック類いきましょう。バック、こちらまず一つ目、ユニクロ U のショルダーバッグでございます。ショルダーバッグ、ウエストバッグか。どちらかというとウエストバッグですね。こんな感じです。これが一つ目。二つ目はこちらです。ユニクロ U のサコッシュバッグですね。これはね、今でも買えますね。もうね、サイズ感的にものすごくベストな感じ。僕は財布とか結構ちっちゃいので、まあこれだけね、あれば、まあ十分かなと思います。長財布はね、若干入らないっぽいので、まあ、それ以外の、まあなんかファッションのこの小物としてね、このユニクロ U のサコッシュバッグをおすすめしたいですね。続きまして持っているアイテムはこちらね、いただき物なんですけども、GU キム・ジョーンズコラボのショルダーバッグ、ミニショルダーですね。これもね、サイズ感的に非常に使いやすい。僕ね、どちらかというと、結構小さめのバッグが最近好きなんだなって改めて思いました。続きまして、そうですね、キャップ行きましょう。まず、一つ目。ジェットキャップ、2クラス .x の、ジョンブル2クラス .x のジェットキャップですね。そして次がですね、こちらです。B2 ワッチキャップでございますね。この星印ありますね。2クラス .x これ一緒ですね。やっぱね、キャップ類、ブラック本当、いろいろ合わせやすいので、万能アイテムなんじゃないかなと思います。で、最近買った、ノースフェイス、シュプリームコラボの、B2 だとか、こちらもいただき物でございます。シュプリーム、ニューエラの、何?ベースボールキャップですね。これもね、素材感的にね、結構最近被ってるんですけども、非常にね、気に入っております。それから、バッグといえば、いつも使っているユニクロ U のバックパックですね。これそろそろね、買い替えたいなと思ってるんですけども、ユニクロクオリティむちゃくちゃいいじゃないですか。なんかね、どうにもこうにもなってないので、もったいないかなとは思いつつ、何かちょっと新しいものが欲しいかなと思う今日この頃。続きましては、洋服関係行きましょう。あ、その前に、メガネも最近買ったブラックでございます。洋服はですね、まず着ているものこちらです。無印良品のスウェットトレーナーになりますね。これね、素材感がむちゃくちゃね、良くて気に入っているんですよ。あとね、こういった、最近無印のデザインすごく面白いものが多くて、もうこういったね、アクセントだとか、ここポケットついてるんですよね。で、ジッパーもついてるので、やっぱこのあたりね、最近無印の雰囲気すごく好きだなと思いますね。それからトレーナー続きでこちらです。UT、ユニクロ、カウズとセサミストリートコラボのスウェットでございます。このスウェットはね、裏肝じゃないんで結構薄めなんですけども、薄い分汎用性が高い。で、前がね、これ刺繍になってます。後ろプリント。今年やっぱりね、来年もそうだと思うんですけど、若干ストリート色、僕自身も強くなりそうな気がしますので、まあ、このあたりは抑えつつみたいな感じなんじゃないでしょうか。いや、だんだんね、話乗ってきましたね。ということで、次行きます。GU の、スウェットでございます。これは、GU の大学コラボのスウェットのパーカーになるんですけども、GU のスウェットって素材感ものすごく良くて、これ一応裏起毛になっているんですけども、まあね、クオリティというかね、張りというか腰というかね、むちゃくちゃいいと思います。僕は
で、これがね、1490円に値下がりしてたのかな。このね、スウェット類、まあな、1枚で着た時にこういったプリントで遊べるし、例えばアウター着た時はほんとね、無地のね、ブラックのね、パーカーとしてですね、使えるんじゃないかなと思って、まあ、GU のね、去年からね、GU のスウェットとか買ってるんですけども、この価格でこのクオリティ最高だと僕はね、思います。GU のスウェットに関しては特にそう思います。はい、続きましてですね、パンツ類いきたいと思います。ジョンブルのトロウール素材のトロウールの、ワイドなパンツでございますね。お尻かなり大きめなんですよ。で、股上深めの、丈がクロップド丈。これ素材感もね、すごく良くて、年間通して履けるウールパンツとしてお気に入りです。それから、数年前に購入いたしましたこちらですね。ヒステリックグラマーのブラックスキニーですね。こちらね、ちょっとスタッツが打ってあったりだとか、かなりね、価格もね、2万5千円ぐらいしてちょっと高いんですけども、ブラックでも色落ちしないブラックとしてですね、これね、ほんとね、なかなか手放せない感じなんじゃないかなと思います。これほんと素材感もいいし、シルエット最高にかっこいいですね。続きまして、こちらです。ジョンブルーの、ダメージ加工が入ったパンツでございます。これも細身の28インチ。最近のね、僕のブラックコーデにはね、欠かせない一本になっております。そして今入っているユニクロ U のワイドフィットのね、チノ、クロップド丈のチノパンですね。これね、最近仕事とかにも履いていってるんですけども、このね、素材の厚さ、最高です。続いてですね、アウター関係一気に行きたいと思います。まず一つ目ですね、こちら、ナノユニバースのダブルのライダースでございます。皮ものすごく柔らかいですね。で、ジッパー類ね、全部ブラックなんですよ。これ本当にオールブラックなレザージャケット。ダブルですね。ただね、サイズ S サイズなので、もう最近全然着てませんが、まあなかなかこれもね、手放せない一着になっております。またね、このね、細身のシルエットで着たい時期がおそらく周期的に来るはずだと思いますが、皆さんいかがでしょうか。続いてもですね、ナノユニバースのシングルのライダースになります。これね、ほんとね、さらにね、皮が柔らかいんですよ。さらに皮が柔らかい。まあ、レザーも、合成のレザーとかも最近雰囲気かっこいいのもたくさんあるので、まあ、一着こういった雰囲気のアイテムがあれば、例えば、先ほどのフードのね、パーカーと合わせた時とかでも使えるような一着。で、これもね、オールブラックのジッパー類。これほんとね、むちゃくちゃ着やすくてかっこいい一着になっているんじゃないかなと思います。ちなみにね、着てみたらこんな感じでございます。続きましてはですね、こちら行きたいと思います。ニコ&ヌメラルズの、少しね、こう厚手のナイロン素材の、ビッグシルエットのロングコードでございます。これね、僕ね、ほんと、もうね、春、夏以外の秋、冬、春とね、これ全部オールマイティに使えるアイテムとしてね、本当に気に入ってますね。ほんとね、こう、なんていうかな、ちょっと着てみます。はい、着てみました。このね、ゆったりなね、このシルエット。ほんとにね、万能に使えるんですよ。で、パーカーの重ね着だとか、ほんといろんなアウターオンアウターでも使えるサイズ感、雰囲気。もうほんとこれね、万能アイテム買ってよかったな、買えてよかったなと思います。僕の動画を見ていただけてる視聴者様でも、何名様かね、同じアイテムとか、僕もね、実際教えてもらってこれ買ってるんですけども、このね、ナイロン系のジャケット、ロングコートって、一着あったら本当使えるんじゃないかなと思います。はい、続きましてはですね、こちらです。ブラックのコーチジャケットでございますね。ブランド的には、ジョンブル2クラス .x でございます。キャップ、これね、このキャップと一緒ですね。もうワンポイントアクセント的なね、プリントが特徴でございます。コーチジャケットって本当、年間通して、まあ夏以外の年間通して着られるアイテムということで、気軽に着られるブラックアイテム、コーチジャケット、なかなかいいんじゃないでしょうか。本当ね、今年ね、いろいろ買い物してるんですけども、いいアイテムというか、まあ価格面的にもそうだし、素材感とか、自分がまあ洋服って結局自分が好きなものを買うか買わないかだと思うんですけども、いいアイテムばっかり書いてますね。ということでこちらですね。GU のシェルパーカーでございます。こちらが価格が1990円で、このクオリティ、もうね、抜群のコスパだと思いますね。裏地もね、しっかりついてるので、意外とね、今の時期も、
ちょっとね、例えばコンビニとか行くんであれば、ちょっと着るんであれば使えるぐらいのね、雰囲気だと思うんですよね。で、年間通して、まあ夏以外の年間通して着られるような、本当にコスパ最高抜群のね、GU のシェルパーカーですね。ブラック以外にもいろいろね、カラーあって、実際僕ブルーとか持ってるんですけども、このブラックはね、スポーティーな雰囲気で、使えるので買ってよかったっていうようなアイテムですね。いやね、洋服の話になるとね、本当に面白いですよね。洋服って本当面白いですよね。続いての、ブラックのアイテムはコスパ最高とも言われているユニクロのチェスターコートでございます。やっぱこのね、チェスターコート本当ね、素材感がむちゃくちゃ良くて、着心地も抜群ですし、本当これがね、僕が、9990円プラス税で買ったんですけども、コスパ最強って言われるのが本当にわかるぐらいのこの素材感、ものすごく着心地がいいわけですよ。で、これちょっとしたブランドがつけばなんか3万とか4万とかするんじゃないかなレベルらしいので、9990円プラス税、ユニクロ最高ですね。まあユニクロって数をたくさん作るからその分価格が抑えられてて、で、日本ブランドっていうことでクオリティというか、まあシルエットとかいろんな含めてですね、やっぱりね、こう、本当にいいものを作ってるんだなっていうのがね、このチェスターコートを通して感じられるというかですね、本当にね、いいアイテムゲットできました。結構ね、僕言葉に詰まったりはすると思うんですけども、結構あとね、噛みます。噛みますけども、可能な限りですね、そのままね、お伝えしようかなと思っております。編集をね、駆使すれば、まあ、なんとでもなるんですけども、まあ、可能な限り。そして次ですね、こちらです。ノースフェイスのヌプシジャケットでございます。僕はね、これ25年ぶりに購入いたしまして、当時ね、中学生2年とか3年の頃だったんですけども、父親にね、ユニクロで買ってもらった覚えあります。当時のユニクロセレクトショップでございました。まあ、それでね、ちょっと懐かしさもあり、実店舗というかスポーツ用品店に寄ったらですね、たまたま残っていたので購入。今年ね、ものすごく人気ありますよね。なんか完売しているところが多くてということも聞きまして、まあそういった意味も含めてたまたまですけども買えてよかったんじゃないかなと思います。あとね、この前萩の旅行に行った時、その時雨降ってたんですけども、これ雨もね、結構弾いたので、あ、このダウンジャケットむちゃくちゃいいなっていう風にね、改めて思いました。ノースフェイスのヌプシジャケット。最近までヌプシジャケットの名前すら知りませんでした。ノースフェイスのダウンジャケット。もう僕のノースフェイスのダウンジャケットだったらこれだけだったんですよね。まあそんな感じでですね、まあちょっと、ダウン今年ね、買うつもりはなかったんですけども、まあ、いいダウンがね、ゲットできてよかったんじゃないかなと思います。はい、続きましてですね、スニーカー靴類行きたいと思います。その前にね、まずいアイテムをね、購入しちゃいました。まだその動画はですね、後日ということで。まず一つ目ですね、こちらブーツですね。ティマイというブランドのブーツでございます。これね、クッション性良くて、こう持ったら重たいんですけど、履いたらね、ほんと走られるブーツ。これね、去年買ったんですけども、すごく良かったです。続きましてこちらです。ナイキの SB ブレイザーですね。これ、スウェードでございます。これはとにかく軽くて履きやすい。で、オールブラックで、オールブラックのね、コーディネートの時、抜群に合います。若干ね、次ね、まあ、ホワイトは入るんですけども、一応ブラックということで、アディダスのスーパースター。やっぱこのね、原点回避じゃないんですけども、こっちにやっぱり戻ってきているなっていうようなね、実感最近あるんですけど、皆さんどうでしょうか？アディダスのスーパースターブラック、いいですね。で、ホワイトも逆に欲しいかなとは思うんですけども、このね、シンプルな、雰囲気のスニーカー、いやー、これはいい。もうね、最近ね、自分がね、好きなものしか買ってないんで、いいとしか表現ができない。本当にね、このスーパースター良かったです。ちょっとね、別撮りになっちゃってるんですけど、ナイキエアウーブン、このブラックアイテムいいですね。で、最後になりますね、こちらです。ドクターマーチンタッセルローファーでございます。まあ、ドクターマーチンといえば、スリーホールっていうんですかね、こう、紐があるタイプをね、どっちにしようかなと思ったんですけども、このね、タッセルがね、いいなぁと思って、いろいろ探してて、ドクターマーチンにもあるということをね、皆様に教えていただき、購入したところ、むちゃくちゃ気に入って履いておりますね。これね、クッション性があるので、長時間歩いても、ほとんど疲れることはないんじゃないかなと思いますね。これはね、本当に履きやすいタッセルローファーゲットでございます。ドクターマーチン。最初ね、このゴムソール苦手でございました。はい、いかがでしたでしょうか。今日はですね、ブラック
アイテムをね、ご紹介させていただきました。まあ、ブラックってね、根本やっぱり僕好きなので、買ってて着てて落ち着くみたいな感じ。もうね、今後またブラックアイテムを中心としてファッションね、増やしていこうかなとか思いつつ。まあ、そんな感じでですね、一つ忘れてました。ニコ&ヌメラルズのこちらジェットキャップ。結構これね、柔らかい素材なので好きです。まあ、今日はですね、リクエストもありつつ、僕も楽しみつつ、ブラックアイテムどういったものを持ってますかっていう感じでですね、やってみましたが、いかがだったでしょうか。まあ、これからもですね、多分ね、ブラックアイテム増えていきそうな気がしますということで、今日は終わりにしたいと思います。では、本日もご視聴ありがとうございました。もしよろしければぜひチャンネル登録お願いいたします。あとツイッター、インスタグラム、ウェアもやってますので、よろしければチェックしてみてください。以上、かつよしでした。ではまた見てください。このね、アップルウォッチってね、ほんと便利で、今これ映像映ってるでしょ。これを見ながらね、僕はね、動画をね、まあ確認しながら撮っているんですけども、ここ押したらね、停止するわけですよ。